えー、こんにちは黒田和義です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日は、えー、とリチャード・ロジャース1位ということでリチャード・ロジャースを2回にわたってやりたいと思うんですね。えー、リチャード・ロジャースは、えー、こちらですね、えー、ロレンツ・ハートと組んでる作詞家のロレンツ・ハートと組んでる、えー、ミュージカル作曲をしているところとオスカー・ハマースタイル2世と、えー、こう、 えーあのー、作曲をし活動しているところと、えーとまあ、区別で分けようかなと思いまして、えー、これですね、こっちはですね、えー、リチャード・ロジャースとアービング・バーリンで、こっち側に、ね、オスカ・ハマースタインがす、えー、と座ってるんですけど、まあ、こんなみんな仲良しの、えー、作曲家、作詞家の集まりですね。えーとまあ、みんなやっぱ氷がかかったと思うんですけど、リチャード・ロジャースは、えー、オスカ・ハマスタインと住んでるのが一番有名なのがサウンド・オブ・ミュージックじゃないですかね。えー あのサウンド・ミュージックのエデル・ワイスもそうだし、えっと、ドレミの歌もそうだし、えー、マイ・フェイブレット・スイングスもそうだし、えー、まあ、この辺が皆さんが一番ご存知なんじゃないかなと思うんですが、ジャズ・ミュージシャンはやっぱり取り上げるのはロレンツ・ハートとの方が多いんですね。やっぱ後期、えー、スカハマースタイルと一緒になってからは、こう、構成がちょっと複雑になってしまって、繰り返しにちょっとなりにくい感じがするんではないかなと僕は思うんですけど、ロージャズ・ハートの頃はもう非常にこう、シンプルなメロディーが えー、AABA って言って、同じメロディー2回繰り返して、展開部があって、またメロディーが戻ってくるみたいなメロディーが、スタイルがすごく多かったんで、非常にこう、ジャズの人が取り上げやすい曲が多いかなと思います。えー、もう厳選するのにすごい時間かかりましたけど、まあ、とりあえず5曲、5曲以上やるとやっぱ頭入ってこないんでね、5曲紹介していきたいなと思います。えー、Words and Music っていう映画があるんですよ。これはあの、ロレンツ・ハートと、えー、 リチャード・ロジャースが2人が成功していくところのお話をずっとこう2人をずっと追っていくドキュメンタリー映画みたいなまあ映画になってるんですがドキュメントっていうかまあ、えーまあ、ミュージカル仕立てになってましてですねあのー、この2人の曲楽曲を全部使って有名な方がいっぱい出てくるんですねジュディ・ガーランドね「あのオズの魔法使い」とかの、えー、ジュディ・ガーランドですねえー、と彼女も出てきますで彼女と組んでた、えー、ミッキー・ルーニーっていう、えー あのボーカリストで、えー、俳優さんがいるんですけどものすごい背ちっちゃくて、まあ、見た目もあんまりかっこいい感じじゃないんですけど非常に歌もなんかこうすごいこう何て言うんですかね花がある丹優さんで僕も大好きなんですけど、えー、と彼はですね有名なところだとティファニーで朝食後の,の日本人役で出てたりとかですねあの変わったところでいろいろ出てるんですけど、まあ、とりあえず、えー、あのジュディ・ガーランドと2人で歌うシーンがありましてでその彼がロレンツ・ハート役をやってるんですよ。 でロレンズ・ハート役でですねすごく印象的だったのが「よし決まった!」とかこうやってやるんですね多分ミッキー・ルーニーぐらいだったらもしかしたらねジュリアのドリュスもその時、まあ、絶頂期なんですから多分ね本人にお会いしてるんじゃないかなって思うんですねなんでそのこう仕草とか真似してるのかなって思ったりするんですけど レナホーンが出てきてきたりととかですねえっ、ー、メルトーメが出てきて「ブルーム」ン歌ったりとかですねもうメルトーめちゃくちゃ男前でめちゃくちゃかっこいいんですけど、まあ、とにかくね見ててそんなにこう飽きないというかでそのロレンツ・ハート自体はまあ、ん身長も低くて比較的こうコンプレックスがずっとあったのかで途中から叫び足りになってしまってこう劇に間に合わなくて。 結局その劇がおっしゃってしまうということがあって最後は不仲になったって言われてるんですが映画の中ではもう最後まで、えー、リチャード・ロジャースがまあ、自分の家に迎えて面倒を見てるんだけど突然いなくなったり失踪することはすごく多かったみたいなんですねで1919年にコロンビア大学時代に2人はまあ、出会うんですえっ、ー、とロジャースが在学中でもうロレンツ・ハート自体はもう卒業してたみたいなんですねでまあ知り合いの紹介で映画ではですね知り合いの紹介でえっ、ー、と ロレンツ・ハート。まあ、彼はもう仕事をしてたので、作詞の。あの、ドキドキするよって言ってったら、なんかこう、キもそゾろでこう、弾いてピアノ弾いてくれよとか言って、ピアノ弾いてる間にどっか行っちゃうんですよ。で、ちょっとロジャースは、うん、この人は大丈夫なのかなって思ってたら、なしばらくすると、で、連絡があって、行くと、その、その時弾いたメロディーを完全に覚えてて、で、ここに歌詞ついたんだ、こうやって歌ってみようって,っていうふうにやって、あ、二人はタッグを組む。ところが、なかなかしばらく売れないんですね。 ジチャドリアスはねお医者さんの子なんでお医者さんの子でまあ音楽がお父さんお母さんも大好きで家であのコンサートもされるような方だったらしくてだからもうすごく応援するよって。 でも自分自立できないからそろそろやめようと思うっていうのをこの親にも何回もこう相談したりしてるんですけどでまあ彼はあのコロンビア大学からジュリアード音楽院に移籍してでちゃんと音楽の勉強もしてえやって二人で組んでやっていくんだけどなかなか売れず1925年の「マンハッタン」っていうえまあ曲があるんですがこの曲はえザ・ギャーリック・ゲイティーズっていう,こうまあ出し物のためにこの作られた挿入歌なんですがそれがやっぱりそこ 映画でもそうですけど、新聞でも大絶賛されて、有名な名曲をどん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 作っていくって話なんですけど、まあ、ちょっと飛ぶんですけど、34年にはブルーム、35年にはマイロマンス、この辺はもうジャズミッションにありますね。で、1934年、ね、マイファニーバレンデ、これはまあマイルスの演奏が有名ですけど、とレディーズ・ア・トランプ、これはあのレディー・ガガーとトニー・ベネットが歌ってるのがすごい有名で、かわいらしい。あの、歌詞がね、やっぱりロレンズ・ハートってすごくこう、 ウィットに飛んでるっていうか、その時期、時代のこの風刺をすごくしていて、すごくかっこいい歌詞なんですね。でもみんながこう流行ってる、こんな流行ってることは私はしない。まあ、みんなが流行りでやってて、感激は遅れていくのが一気だって言ってるけど、私は最初から見たいからって、そうやってやっとみんなと違うことやるから、あなたはすごい変わってるわねって言われちゃうねっていうレディー・ザ・トランプっていう歌詞なんですけど、これがまたレディー・ガガとぴったり合うんですよ。でかっこいいですね。 あと、時さえ忘れて。これ、時さえ忘れてって書くとなんじゃって思うんですが、I didn't know what time that it was っていう曲なんですが、これはもうビル・エヴァンスの演奏とか非常に有名ですね。で、バ、え、イ、ー・ジュピターっていう最後の,、まああのえー、ミュージカルを機にもうここから叫びたりで全然もうあの執筆活動をやめてしまうんですね。42年なのでもう43年に亡くなられてしまうんで、で コネチカットヤンキースっていう若い時にねあの2人が作ったやつをまたリバイバルするからその演劇をするよっていう話をしててお前も手伝ってくれって言ってでその演劇を見に来ててでそのままどっか失踪してしまうみたいなでそのあとはそのいろいろこう身長も低くてですね、うん、これミッキー・ルにもちろす身長が低くてすごいだからすごい敵役だったと思うんですけど何回もこうシークレットブーツ買いに行くシーンがあったりとかしてですね非常にそこにコンプレックスを持ってたりとかしてで まあ、ロイダースはいろいろ失恋をしたりするんですけど、まあ自分の好きな人とちゃんと結婚して幸せな家庭を築くんですが、まあ、ハートは、まあ、こう、 最初にに好きだっっった人にこう振られててていうう、まあ、映画でではそうなってるんですけど実際その人は、えー、と架空の人人は架空物だそうです実際そうではなくて、まあ、ちょっと有名なのは、まあ、ゲイだったんじゃないかっていうことだったんですけどい意外とずっとコンプレックスのある人ででこう人をバーって集めて読んでこうパーティーしたりとかするんだけどいつも孤独を感じてて俺はいつも孤独だって言ってて最後彼が、えー、亡くなった後にみんなが追悼で彼のことを慕って集まった人はものすごい人だったっていうですね。 コンサートしたところでで終わるっていう話なんですけど映画自体もすごい面白くてあの感激が好きな人だったらもう本当にミュージカル仕立てで有名なミュージシャンがいっぱい出てきて、えー、有名なえっ、ー、とダンサーとかもう俳優さんがいっぱい出てきてで歌って,って踊ってみたいな豪華絢爛みたいな感じだからいくつものショーを見た感じになるようなそんな映画でございました。 えー、詳細欄にはリンクも貼っときますので、えー、興味のある方はぜひ一度ご購入してもらって見てもいただければ。日本語訳はなかなか出なくてですね。なので、今日本語訳の DVD ありますので、僕も取り寄せてみましたけど、非常に良い映画だったと思います。えー、そこを見てもらうと、このロジャースハートのことが非常によくわかるんじゃないかなと。 で、こう、5大ミュージカル作曲家っていうのがあってですね、えっ、ー、と、ジャズで一番よく使われる作曲家っていうのは別部門でですね、これはまあ、アービング・バーリン、ジョージ・ガーシュイン、コール・ポーター、ジェロム・カーン、リチャード・ロジャス。もうこう、まあ、この後人全部やりましたね。えー、これで全部揃ったと思いますが。はい。というわけで、えー、リチャード・ロジャスの前編でございました。えー、もしご興味のある方ですね、詳細欄にいろんな、こう、 面白そうなリンクをこの5曲のリンクを貼っておきますので、えー、よければ見てください。それでは本日は以上になります。えー、今日もご視聴最後までありがとうございました。